釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、エギに使うね、専用のスナップ、こちらね、ご紹介とね、能書きの方で、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。それじゃあね、早速ね、ご紹介させていただきます。まずですね、ダイソーからね、エギを買ってきた場合ですね、そのねパッケージからね、エギを取り出して、これはいつも言ってることなんですが、必ずね、これは家で開けて、このパッケージはね、ゴミ箱に捨ててください。これね、ゴミ箱に捨てないで、釣り場にね、ポイって捨てる方もいらっしゃいますが、必ずね、家のゴミ箱に捨ててください。そうしないとね、イカ、一切釣れなくなります。でね、家でね、これをゴミ箱に捨てていただいたから、こちらのね、専用スナップをね、ご紹介させていただこうかなと思います。まあ、スナップというとね、通常型はね、こういうスナップスイベルとかね、思い浮かべるんですが、ちょっとね、イカ専用の場合はですね、この流れが速いとかね、スナップとかスイベルとかがね、こういうふうにね、ついてるんですが、これはね、通常の釣りで使うスナップ。オーバルタイプの外にね、こう、突起が出てるタイプと、こういうふうにね、中で止めるタイプ。スナップ、この2つあるんですが、比較的力が強いので、この外にね、突起が出てるタイプですね。これの方がね、力が強いです。で、お祭りとかはね、ほどきやすいのは、このタイプね。内側についてるタイプ。トラブルをね、隣の人と絡まった時とかね、船釣りとかで、ここにね、外しやすいっていうね、特徴があります。まあ、捨て重りなんかでも使われる場合が多いですね。で、こういったね、スナップの大まかな、ね、この違いがあるんですが、エギング用のね、スナップというのは、どうしてもね、エギがね、フロントヘビーなんで、重りがついてるんで、フロントヘビーなんで、どうしてもこう、アイの、ね、側からこういうふうにね、着底するんで、ここの部分がね、ボロボロになったりね、ラインがね、傷つきやすいんで、スナップをね、使われるとね、非常にね、そのラインにね、つく傷がね、非常に少なくなります。こうつけて、つけやすさっていうのもね、まあ、肝心なんですが、つけていただいて、どうしてもね、しゃくりの多い釣りなんで、こう出っ張りがなくてね、先ほどみたいにね、これちょっと黒だから見づらいか、こういう外側にね、出てるね、こういう出っ張りにラインが引っかかったりね、したりね、底取りするときにね、これが何が引っかかったりするんで、その引っかかりがね、なるべくないようなもの、そしてね、ここがね、長ければ長いほどね、結構着底した時にね、ラインの傷つき、こういったのもね、防げるんで、これのね、長さが、長いものが非常に多いですね。自分のね、能書きとしては、長いものを選んで、ね、買うようにしてます。で、なおかつこのね、取り付け部分が内側にね、向いてるもの。これは外側ですね。で、これも内側。内側でね、この距離が長いもんね。この距離。あとね、山下とかから出てるやつもあるんですが、これはね、サイズ別にね、ついてますが、これは 3.5 分用かな。こういう。これもね、内側に出てね、出っ張りがね、外にあんまり出てないタイプ。ちょっと小さいですが、こういうタイプで。で、まあ、特徴としてね、この結んでね、グッと引っ張った時に、カンナよりね、スイベルにね、つけてる結びの方が強くないと、根がかりが多いんでね、どうしてもね、カンナをね、引っかかったら伸ばしてね、回収するようになるんで、意外とね、強いものをね、つけた方がよろしいかなと思います。専用スナップっていうことですね。ちょっと今ご紹介させていただいてるんですが、
あとね、シンカーとかつけられる方もいらっしゃると思いますが、シンカーってね、フローターとかね、エギをね、軽くしたり重くしたりするもんなんですが、これをつけられる方用のスナップっていうのも山下、これ確か山下のだと思ったんですが、が出てるんで、これはデコイから、デコイとかから出てるタイプのやつね。こういうタイプのもあります。これもね、内側に出て、これもちょっとご説明しようかな。その前にこれはイカ用って限らないんですが、ここはね、やっぱオーバルでね、自由度がね非常に高いっていうものと、ここがね狭まってて、るもの、台輪とかから出てるんですが、それはねやっぱりこういうね先っちょが出てるのに自分はね使ってません。トラブルはね少しでも少なめにしようと思って、でここはねちょっとね細めのタイプのやつがあるんですが、それはねエギがね安定すると言われてます。このね動きがね、制限されるんで安定したね姿勢を保つと言われてますが、どうしてもね、まあスナップの性格上自由にね簡単に取り付けられるっていうのがまず一番、それと姿勢をね、保たせる自由度をね、エギに自由度を与えて、結んでしまうとね、どうしてもそこの部分を、ね、中心にね動きますんで、自由度を与えてやるとね、エギの自由度を与えてやると自由に動かせるっていうのがね、このスナップをね取り付ける理由なんですが、こういうのもあります。しまうとね全くちょこっとは出てますけどね、進化とかねフローターとかねつけた時ね、そういう時にね、威力を発揮するもんですね。こういった直線的というかね、どうしてもねこういう中に入ってるねポッパー型みたいな形のやつは、ね、どうしてもこうつけにくいんでね、こういう感じでつけていただければね非常によろしいと思います。これも山下ですかな、これはフローターですね。まあ新刊も多く使われてますよね皆さんね、こういうのもあります。ここのね、距離がねやっぱりどうしてもこう当たるんで、ラインがね傷ついたり岩とかにね接触したりするんで、ここのね、自分の場合はこのスナップの長いものをね、用意しますね。なるべく長いもの、そうするとね、付け替えとかねそういったのちょっと手間なんですが、まあ、こうねラインがこう出てるとして、ラインはね、着底してもね物に引っかからないように、ね、こういう長めのものを使ったりしてます。でこの自由度が効くんで、エギのね姿勢が良くなるっていうのが、エギ専用のねスナップのね使い方ですね。使い方っていうか、取り付け方、取り付け方っていうんですかね。で結び方はね、自分のショート動画とかでもね出してるんですが、ユニノットとかね、ご自分の、信頼できる、ね、ノットで結構ですんで、使っていただければよろしいと思います。それでね、こういうのもありますね。内側に、ね、全て向いてるタイプ。ただこれの場合はね、長さがちょっと短いんで、もうちょっとね、長いものを使われた方がよろしいかと思いますね。これはね、内側には向いてないんですが、真下に向いてるんでね、これもそこそこトラブルが少ない、ものになります。どうしてもね、ここに重りがついてる、フロントからこう落ちますから、ラインがね直接ここについてると、もう当然ね、
傷ついてきます。まあループのノットなんかでね、まあしょっちゅうね結び替えたりするのもいいんですが、それがね、スナップをつけてればその手間がねなるべく省けるんで、スナップつけるんですけどね。まあ姿勢を一番に必要なものは姿勢を保つっていうこと、この襟のスーッてフリーホールで、ね、落ちていくときの姿勢を保つものっていうのと、取り替えやすさ、これがね一番2番、ね特徴になりますんで、皆さんね、襟専用のものをね一つね、お買いになってねつけてみるのもね楽しみの一つではないかなと思います。以上、今回はねエギングのスナップのね、種類ね何種類かご紹介させていただきました。それではね皆さん、またお会いいたしましょう。さよなら。